ゼロじゃん。ハートゼロ。めっちゃギリギリ。すごい。すごい。すごいすごい。やった。よしこちゃんも怒ってる。怒ってる。なんか顔すごい。怒りすぎる。あれ。ちょっと余計なこと言わないでよ。いや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 、静かに静かに、ね、静かに静かに静かに、だって大きな声でだよ。あでもあの、ね、歌大きな声ちょっと私だけで今回はいいかなと思って、静かに静かにお願いします。ちょっと静かにしようか今日は。静かに ね静かにしよう。ちょっと優等生で頑張って、頑張って。あ、さゆりのとこにいる、おいで。始まりました。ノンノン、別に謝ることじゃないわ。これからスクールエラーのことを知っていくチャンスじゃない。今日のライブであなたを虜にできたかしら。もちろんです。もちろんスクールアイドルのライブ時代初めてだったんですけれども、アクアのライブはとにかくすごくて、本当に同じ高校生なのってびっくりしました。もちろんあなたと同じ普通の高校生よ。ステージの上のアクアとのギャップがすごかったですわ。そういう素直な感想もぜひ記事に書いてちょうだい。あー、ドゥンク。どうですか、のこみさん。はーい、コメントだって、いいコメントをいただきました。いくぞ。お願いします。お願いします。人差し指に込める。これ、ありがとうございます。もったいぶられているな。あれ恥ずかしい。恥ずかしがってるのかな。もしかしてね。恥ずかしがられてる、うんうん。恥ずかしいのかしらね。あれも。あ、じゃあおしっと。じゃあ飛ばしましょうかね。スキップすると素晴らしかったですよ、鈴原さん。いやちょっとうるさいよ、二人とも。スクフェス2をいっぱいプレイしていただきたいなというふうに思います。めっちゃ膨れてる。以上ですね。かわいい、膨れてる。かわいい。ちょっと皆さん、のぞみの膨れ顔タイムですよ。膨れ顔タイム。どうぞ味わってください。ちょっとまだこのコーナー閉めないで。どうぞ味わってください。もうおこなのんちゃんですよ、皆さん。はい、怒って。いや、私たちこれを見たくてやってたわけだもんね。そうだよね。そういうことだから。うん、ありがとう、のんちゃん。やってくれて。早く締めよう。ごめんなさい。失礼しました。笑っちゃう。